変わるの時間がかかります。ね、
4番なんかもすごく綺麗でしょ。あ、ごめんなさい、3番になってました。ナンバー3がここにいますね、ナンバー3。さっきも言いましたが、3番目に強いわけではないんですよ。3番目に長くこの群れにいる。で、ああ、これが1歳児。かわいいですね。頬袋がほら、ポコンポコンって膨らんでるでしょ。ご兄弟でいらっしゃいますか？3番、姫、3番、3番。ナンバー3、どちらに行かれるんですか？ちょっと読み止めてみましょうか。自分の名前は老いだと思っておりますのでね。ほら、振り向く。いいお写真撮りたい方は猿に向かって良いって呼びかけてください。2回目振り向いた。この距離でも振り向く、すごいですね。さすがに3回目は厳しいですよね。あそこで止まるんですか？あ、上に上がるんですか？最近変わって、オスが、あ、見て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 、変わって、まずオスが子守りにするんです。それでこう抱くんですよ、子猿を。実は夫婦の関係がないから、オスザルはどの子が自分の子って特定できないんですよ。10年前なんかああいうふうにオスが子守りする、ああいう子守り行動なかったんですけどね。変わってますね。最近人間社会もね、男性の方がかなり積極的になってますけどね。ちょっと今なんか向こう右側に流れた気がしたんですけど、大丈夫ですか？